Miete más ca. Miete más ca. Yahoo. Yahoo. やるので見てください。今日白い服着ちゃった。コメントが見づらい。そう、札幌にいるんです。今実家じゃないよ、ホテル。普通にメンバーと同じホテルにいます。やっほ、ありがとう、いっぱい来てくれてありがとう。今日はね、そう、後ろの人っていうか、後の人もいるからね、9時にやめるので、ちょっとの時間なんですけど、よろしくお願いします。そう、マロンに会えたの。グルト、ありがとう。リムジンですよね、アイテム。ありがとう。そう、明日からファンツアーがあって、そのために、また前乗りして、本当はっていうか前乗りしてきたんですけど、そう、今日、スキーとかね、スノボやる予定だったんだけど、天候が悪くて、できなかったの。そう。でも行けなかったけど、実家帰れたし、よかったです。それとかえ、めっちゃ画質いい。やだ、なんでだろう。でもね、みくちゃんのね、肩にもらったね、ライトみたいなのもつけてる。携帯につけれるやつ。だからかな。おいしいもの食べたよ、さっき食べてきたメンバーで、お昼もスープカレー食べたんだけど、ちょっと持ち方が、今日あれがないから、台がないからさ、どうやって持ったらいいか分かんない。チッタン、あら、チッタン、ありがとう。アイテム、リムジン、ありがとう。スープカレー食べて、夜は海鮮系食べてきた。イクラめっちゃ食べたよ。めっちゃでもないか。みたいな出たんだけど。止まった？止まった？今も止まってる？今は大丈夫なの？え？なになになに？戻った？戻ったの？あ、よかった。ここね、何？プッチ猫ちゃん。あ、前回もくれたよね。ありがとうございます。もう一人。ひなっち。ありがとう、いつも。すごいいっぱいアイテム。ありがとうね、みんな。しっかり受け取りました。気持ちを、みんなの。早く明日になってほしいな。みんなと全然話してない気がする。ワーシップのみんなと最近。直接ね、生で。そうなんだよね。久々に話せる気がする。え、また止まった？また止まったの？動いてる？何？どっちどっち？ごめんね。電波、環境悪いかな。伊藤ちゃん！ありがとう、伊藤ちゃん。いつもありがとね、アイテム。すごいね、今日ここのホテルの環境、電波的にルカも悪かった。イントネーション独特。
インドネシア独特なのかな、やっぱり。ていうか、さ、言葉の方言はあんまり出ないんだけど、なまらとか。イントネーションが違うってすごい言われるんだよね。やっぱイントネーションが違うのかな。そうだね。そうなの。イントネーションが違うかな、やっぱ。何、今日なんかすごいいっぱいみんなくれる。あきちゃん、ありがとう、あきちゃん。ありがとうね、あきちゃん。止まったら、普通にジリカが停止してるんだけど。ごめんごめん。動いとく、動いとく。嬉しいね、地元に帰ってくれて、本当に。嬉しいよ、本当に。さっき一瞬実家帰って、マロンに、愛犬に会ってきました。本当に嬉しい。すごいね、可愛かったよ。一番可愛い。マロンが一番可愛い。世界一可愛い犬だから。可愛いの。ストーリー見た？そう。載せた。ナポリン買ったよ。最近ワーストはね、北海道来たら夜ご飯食べて、その帰りに絶対セイコーマートに寄るの、みんなで、スタッフさんもみんなで。それで、だいたいみんな、ナポリンとアイスを買って、ホテルに帰るっていう、もう謎のルーティンみたいのが最近できてきた。そう、今日もみんなアイス買って、一人部屋で一人でみんな食べてんだよ。セコマいいよ、アイスの種類も美味しい。本当に。来て。北海道にみんな来たことない人。楽しいよ。ガラナね、ガラナも。ネムやカツゲも。お。誰だ？カズカズ。カズカズ、ありがとう。初めてだね、カズカズ。ありがとうございます。ありがとうございます。今何分？ 8 分だって。え、何分？あ、まだ時間ある。髪染めてないよ。染めたことないんだけどね。生まれてから1回も。ずっと地毛です。髪の毛染めたら、染め直すのがめんどくさそうで、ちょっと伸びてきたら染めなきゃいけないのがめんどくさそうで、リカには合わない。そう、雪は本当に積もってる。でもね、雪よりね、風が強いんだ、今。今というか、吹っ飛ばされるかと思った、本当に。タクシー乗っててさ、タクシーの後ろのキャリーとか入れるところが途中バーンって開いたの。運転してる最中に。すごいびっくりした。風で開いちゃって。怖かった。後ろからボンってどっつかれたのかと思った。やばいよね。めっちゃ怖かったの。そう。そんぐらい強い。充電切れるわ。バイバイ。嘘、充電してください。さて、卒業式なの。あら、おめでとうございます。そっか、今卒業式だよね。もう卒業したっていう人も結構いるよね。おめでとうございます、卒業。やばい、リリカも来年高校卒業だよ、もだー。高校生って今のうちにいっぱい言っとこう。高校2年生の児玉リリカでーす。まだ高2だよね。高2だ。え、もう高校3年生になるよ、リリカ。18歳になるんだよ。怖っ。
やだ、なんで やだって言われてもしょうがないからな。 JK ブランドね、なくなっちゃうよ。20歳になりたいんだけどさ、でも卒業するのはちょっと嫌だよね。そういうとこあるよね。70分か。卒業式泣いちゃう人だった。でも中学生の時かな、小学生か、小学生の時は総練習っていう、こう全部を通す練習で泣きすぎて、当日全然泣かなかったそう、練習で泣きすぎて、練習の時に悲しくなって泣いちゃっていっぱいで、肝心の当日で全然泣かなかった気がするよし、泣いちゃうよね。そう、総練習よくないと思う。総練習ってもうほぼ卒業式だもん。うん、高校は北海道じゃないよ、高校は東京の方です。中学までは普通の田舎にある、田舎なのかな、普通の高校で、あ、高校じゃない、中学でした。リーカすごいよ、中学生の頃ね、給食の手洗いに行くじゃん、給食時間の前に。その時間以外ほぼ席から立たなかったすごくない？ほぼその時間以外ほとんど立ってない席から。3年生は特に、中3の時は特にそうだった。どういうこと？なんかさ、10分休憩みたいになるじゃん、その授業と授業の間、そことかも全然立たないもん、席から。こうみんなでさ、よく女の子とかさ、一緒に水飲みに行こうみたいな、あるじゃん。そういうのに乗らないタイプだった。乗らないっていうか、もう席から立たないタイプだった 寝てた。その時間は理解とって睡眠時間だからさ、そう なかなか動かないよ、リリカ。何の給食好きだったかな？何の給食好きだったかな？何の給食好きだったかな？でもスープカレー普通に出てたから美味しかった、スープカレーは。マスクしてた、ずっと。あと5分、あ、5分もある、5分あるか。今何時なの？これ55分、あと5分ですね。ひーちゃんってスクショしても事故らないよ。全然事故ってるよ、いつも全然半目とかも大変なことになってるけど、まばたきしないのは無理なので、まばたきはします。雪大丈夫だった、意外と。飛行機もね、普通の時間に飛んだの。そう、よかった。チークはしない派ですか？あんまりしないかも、ないかも。そう、リリカ前にね、ミクチャの話をさ、話をっていうか、ブログでミクチャって何話したらいいかなっていうのをみんなに聞いたの。そしたら、なんかリリカの好きなメイクとか、好きなアーティストとか、好きな食べ物とか、リリカの好きなものを話してほしいっていう人がめっちゃ多かったっていうか、ほとんどそういう人だったから。何が聞きたいですか、リルカの好きな。
今日のリップ赤いです。違うの、これそんなね赤くないんだけど、あのフィルターが選べて、フィルターで多分そう見えてるなと思う。そんなめっちゃ濃くないんだよね。何が聞きたい？好きな、好きなアーティスト？女子、女性と男性でいっぱいいるな。好きなアーティストって難しいよね。好きな曲の方が難しいか。好きな曲って言われるとさ、いっぱいあるから難しいんだよね。好きなアーティスト、バックナンバーさんめっちゃ好き。リーガーバックナンバーさんは本当にね、リトグリも好き。そう、リトグリさん大好き。この間リトグリさんの横アリ行ったんだけど、登場で泣いてたもん一人で。すごいね、泣けちゃう。いいよね、安室奈美恵さん好きですよ。曲聴く。ミリがずっと話してるからどんどん知ってくし。そう、朝日がねかっこよくていいよね。ライブっていいよね。ライブ見に行きたい。ライブしたいけど、ライブしたいし、ライブ見に行きたい。え、もうあと1分じゃない？今何分？59分だよ。吉田凛ね、好きですよ。ダイスは好き、好きですよ。明日のライブに行きたい。来てください、ぜひ。よし、じゃあ次は七瀬が始まっちゃうから、そろそろ終わりにしようかな。見てくれてありがとうございました。次はきっと七瀬、多分七瀬だよね。七瀬ちゃんの方にみんな行ってください。見てくれてありがとう。札幌、明日からファンツアー頑張ります。また見てね。